Here's another interview, this time with Apple Meets Bazooka vocalist and guitarist Mio Komatsu. Mio-san also has her own channel where she does some amazing covers as well. So please check out both of their channels. Here's a sample of the interview. Graciously answered all my questions. You got hard rock, punk, some nice ballad work, some good pop tunes, and the covers that Mio does on her own channel are all really, really good, so please check them out too. But here we go. Here's the interview. Thank you. Hello. Apple Meets Bazooka vocal guitar, Komatsu Mio desu. 今日はインタビューどうぞよろしくお願いします。まずはバンドを組んだ時に、まあ、みんなで名前どうしようかって言って、まあ、いろんな単語をまあ出し合って、まあ、その中で、まあ、本当にたくさんたくさん単語を出し合った中で、まあ、くっつけてガッチャンコしたっていうのがまあ本当の由来なんですけど、まあ、なんかその後からなんだかんだあの、まあ、バンドのロゴとかが作っていただいたりだとかして、まあ、生まれた意味というか、まあ、私がこじつけたんですけれども、まあ、このアップルっていうリンゴ、みんなが、まあ、リンゴって聞いてパッと浮かぶ赤いリンゴを、まあ、バズーカでゴンと打ち抜いたら中から綺麗な宝石が出てきたよみたいな、まあ、そういうロゴがバンドのロゴなんですけれども、まあ、新しい価値に出会うみたいな、壊したら新しい価値が出てくるよ、出会えるよみたいな、そういう意味が思っています。もちろんたくさん影響を受けたアーティストいるんですけど、まあ子供の時はですね、まあ両親が非常に80年代のロックミュージックが好きでして、まあ、彼ら自身も音楽やってるんですけれども、まあ、とても身近な、その80年代の音楽っていうのが身近な環境で育ちました。まあ、だけど、まあ、自分自身が音楽家になろうとかっていうのは全然発想がなくてですね、まあ、普通に育てたんですけれども、まあ、なんか高校生の時にとっても音楽好きな友達ができまして、まあ、その子がいろいろ海外のアーティストをね、流行ってるアーティストとか、まあ、知らないアーティストたくさん教えてくれたんですけど、まあ、その子がこう教えてくれた中で、まあ、アブリル・ラビーンがいたんですね。で、私が、まあ、それまでの人生で、その、なんだろう、女の子がギターを弾き語りしてる姿っていうのを初めて見たんです。アブリルで初めて見たっていう気がして、あ、なんかすごいいいじゃんと思って、私もこのスタイルでやってみたいなと思って、まあ、ギターをですね、まあ、家にあったのでギターを手に取って歌い始めたっていうのがきっかけです。正式なトレーニングっていうのは、ギターに関しては受けてないです。はい。ボーカルについては、本当何人も先生に、見ていただいたことがあって、まあ、ただまあ、それぞれとても素晴らしい先生ではあったんですけれども、まあ、根本的になんかどっか、うまくいかないなってところはまあ、あって、ここ5年ぐらいですね、まあ、とっても調子が正直悪かったんです。とてもまあ声がなんか自分ではもう本当に何だろうな、まあコントロールが本当にしづらくなってきたっていうのがあって、まあちょっと苦労していたんですけれども、まあ一昨年、発声障害というふうに、お医者さんで診断されまして、そこから、あ、そうだったんだっていう、まあ自分でもね、納得しまして。で、そこから、発声障害のリハビリに強い先生を探して、
、とてもいい先生に出会うことができました。でその先生に今はもう1年以上、見ていただいている状態で、少しずつ本当に改善しているなっていう実感が持てています。なんか目的っていうと、まあもちろんそのプロを志してからはもちろんね、作品を作っていかなきゃっていうモチベーションではやっていたと思うんですけれども、まあ、最初のそうですね、きっかけというか根本的にはその子供の時にお絵描きが好きだったりとか、本当に絵をねただただ描いて、まあ別に誰に見せるでもなく描くのが楽しい。でまあなんか上手に描けたら、まあ周りの人に見てもらって褒めてもらうみたいな、本当になんか根本的にはそういう気持ちはずっとあると思いますね。何について、まあ、なんか自分の中で特定のテーマっていうのが特にあるわけではなく、まあ、人生の断片を本当にちょっぴりその瞬間だけを切り取ったみたいな、なんかそういう世界を、作れたらいいなと思って曲は書くことが多いですかね。なんか直接的に頑張ろうぜみたいなやれるよみたいな、なんかそういう励ましソングとか直接的なメッセージソングとかは少ないかなと思います。そうですね、聞いてくれた人が、まあ一節でもいいし、まあ全体歌詞聞いて通して聞いてみて、ああこれ私だなっていう思える瞬間とか、なんかそういう瞬間があれば嬉しいななんて思っています。なんですかね、こうなんか眠れない夜とか、まあ、そういう時に、まあ、歌詞とかを書こうとかってなりがちですよね。なんか、まあ、そうですね、そのレコーディングの順番だとかっていうのは、そうだな、まあ私発信で曲を作る時っていうのは、まあ大体本当に、まあ、バンドを組んでからの話ですけど、簡単なアコースティックギターと歌だけのとっても簡単なペロペロって弾いて歌ったようなのを、まあバンドメンバーの、石井巨匠っていうあのギタリストなんですけど、まあ、彼にお渡しして、まあ、アレンジをしていただくっていう流れが主流かなという感じです。まあ大体はまあファイル送信でやり取りするっていうのが多いですかね。まあ本格的に CD 出すぞっていう時とかはもちろん、まあスタジオで撮ったりとかはしますけど、まあ普段のやり取りはファイル送信が多いですね。まあなんか本格的にやってるものといえば、まあ映像制作になってしまうんですかね。まあ映像、まあそもそも映像を私が作り出したっていうの、まあきっかけは、まあ自分たちのバンドのミュージックビデオを自分たちで撮ってみたいなっていうのがきっかけで始めたものなんですけど、まあそれが、まあ楽しくてですね、趣味っていうのか、まあ一時期は本当に音楽よりもそっちに心がのめり込んでしまってっていう感じで、ここ数年、まあ映像制作っていうのをやっていますね。まあそれが、まあ趣味が高じてじゃないんですけども、まあそれで映像のお仕事をさせていただいたりとか、今は、はい、やらせていただいてます。ミュージシャンとして、良かったなって思うこと、まあなんかこの世界って、まあ私なんかが別に音を鳴らさなくても素敵な素晴らしい音楽っていうのはもう本当に溢れているんですよね。
なので、まあ、本当に聞いてるだけでも幸せだし、聞いてるだけで気持ちいいし励まされるしっていうものが、まあ、音楽なんですけど、まあ、やっぱり自分で鳴らしたい、自分で歌いたい、でそういう欲求って、まあ、あるんですよね。やっぱりなんかみんなにあるんじゃないのかなって私は思うんですけど、まあ、私はやっぱりその自分で鳴らすって、自分でプレイするっていうことにやっぱり大きい喜びを感じています。やっぱまあずっとその試行錯誤の連続なんですけど、まあ音楽家ってもある意味アスリートとかとね、私は全然でそのレベルには達し入れてないんですけれども、アスリートとかと一緒で本当に体の使い方、バランスをどうとってベストなもの音を鳴らせるのかっていう、なんかそことの研究ですね、ずっと。はい。今ここ数年なんですけど、リフューズドっていうバンドがすごく気になってまして、かっこいいなって思ってるんですけど、なんのせなんか情報が少ない、ネットをいろいろ探してもですね、情報があんまりなくって、でライブとかは見たいと思ってるんですけど、まあ、なかなか日本にも来られないと、こっちから行くしかないのかなっていう感じなんですけど、まあ、リフューズドは一度はライブ見たいなっていう存在です。あと最近ティーネージリストっていう、バンドも好きでして、まあいつかライブ見たいななんて思ってたら、この夏に日本に来てくださるということを知りまして、チケットを買いました。楽しみです。そうですね、やっぱり驚いたというか本当に肝を冷やしたっていうのは、ファンの方がライブ中に倒れてしまったことですね。もう本当にもうヒヤッとしたんですけれども、まあ周りの人がすぐにね、近くにいた人が対応してくれたり、スタッフの方たちがすごい迅速な行動でその方を救ってくださったので、無事で、ファンの方は無事でした。普通にここがお家なんですけど、普通に宅録ですね。宅録でやってます。まあ、ボーカルは習ってないです。シャウトの部分ですかね、その今うまくやれたねって言っていただいてるのはね、低い原曲みたいな低いボーっていうシャウト、デスボイスはさすがに私できないので、まあ私のできる声っていうか、それでまあシャウトをしたんですけれども、まあなんかテクニック系のなんかテクニカルなシャウトっていうよりは、なんか本当に人間の根源的な苦しみ、根源的な叫びっていうものを、まあ、表現できたらいいなと思って、はい、やりました。ダイアンさん、今日はたくさん質問をしてくださってありがとうございます。これを最後まで聞いてくださった皆様も本当にありがとうございます。これからも Apple Meets Bazooka としてたくさんの曲を皆さんに届けていけたらいいなと思っているので、どうぞよろしくお願いします。